皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、神事件ゲームネプテンでビクトリー実況プレイのパート17やっていきたいと思います。前回の戦闘の後セーブし忘れましたね。ここまで戻すのに苦労しました。あのボス結構強かったなんか動画ね、前回撮った時はなんか結構すんなり戦えてたんだなっていうのをすごく感じた。全然勝てなくてね、相手めちゃくちゃ使っちゃった。それはいいとして、第3章からいろいろお金稼ぎがしやすいのと、レベル上げをね、がっつりしなければならないということなので、とりあえず、第3章まで行って、ストーリーを進めていきたいと思います。で、まあ、レベル上げやすいとこまで行って、一気にね、がっつりレベル上げれるようにできたらなと思います。それでは進めてみていきましょう。お前はスマホか。ネプチューヌさん、向こうの私からの更新です。おお、このタイミングで来た。ナイスだよ、キース。見事な説教キャンセル。更新が終わったらお話の続きをゆっくりたっぷりさせてもらいますよ。はい、それではおつなぎしますね。3日どころじゃないよね。
証はありませんけど。そうですか、さすがは別次元、常識が通用しませんね。でも逆に好都合ではないですか。逆だったら大変でしたけど。そうですね、その場合はネプチューヌさんが帰還できても浦島太郎状態になっていたでしょうし。ちょっとダブルイースンだけで話してないで、私にも分かるように説明してよ。はい、ざっくりとした概算ですが、そちらの世界で1年が経過しても、こちらでは1日しか経過をしていないのではないかと。もっと長く言えば、たとえネプチューヌさんがそちらで100年を過ごしても、こちらでは100日、3ヶ月と少ししか経っていないということです。ん？100年が100日？分かってねえな。私全然分かんなかった。ネプちゃん頭いい。無理に分かったふりをなさらなくてもいいですよ。とりあえずネプチューヌさんは時間に関しては何も気にしなくていいというだけのことです。うん、なんかご都合主義な感じもするけど、それならそれでいいや。では本題に移りましょう。おお、それそれ、そこ重要だよ。プルルきっと長くなるからメモの準備しといて。うん、鉛筆取ってくる。プチューヌさんはそちらでお仕事を頑張ってご自身のシェアを高めてください。おお、基本だね。それでそれで。それだけです。おお、それだけ。これまた随分とシンプルな。え？それだけですよ。ネプちゃん、鉛筆持ってきたよ。そんながっかりしたリアクションなさらなくてもいいじゃないですか。だってさ、やっとゲームの目的とかこれからの活動とかがそう。それがただし集めるだけで。あった。ねえねえ、鉛筆ほらほら。あの本当にそれだけでいいんですか。詳しく聞いておきたいんですけど。どうなんですか？初耳です。取説の141006ページに載っていました。私もすっかり言おうとしていたのですが。知りませんでした。後で読み直してみます。ただしその機能を使うためにはパートナーである女神の協力が必要なんです。女神のシェアを消費することで次元を超える光の柱を作ることができるようです。まあそう決まってるんなら仕方ないね。分かった、とにかくお仕事頑張れってことだね。うわ、急に元気になった。よかったです、やる気になっていただけたようで。いつまでもうじうじ言っててもしょうがないし、シンプルで分かりやすい目的ってのもありっちゃありですね。まあ見ててよイース、シェアを貯めるのは慣れてるし、そんなのジャジャイのジャイだから。そうしていただけると助かります。こちらでは急に規制団体の活動が活発になってきてますし、他の女神の方たちも頑張ってはいるのですが、どうにも押され気味と言いますか。そうなんだ、みんなだらしないな。やっぱそっちでも一番信仰されてる私がいないとダメか。ノワールさんですよ。うんうん、分かってる。皆まで言わなくてもノワールが一番ってことくらいお見通し。なんですか。先日国勢調査の結果が出まして、一番信仰を得ている、つまり一番人気はノワールさんでした。はあ、なんでなんで、どうしてどうして。私主人公でしょ。
好みが分かれたのではないかと。もうやめて、具体的に指摘しないで。そろそろ時間ですね。では準備が整いましたらまたご連絡しますので、今日はこれで。待って、2番は私だよね。さすがに2番は私だよね。ねえってば。更新が切れてしまいました。すごいね、ノワールちゃんが一番なんだ。一瞬ごめん、私が間違ってた。え、どうしたんですか、いきなり謝ったりして。私頑張ってお仕事する、向こう帰るためにものすごく頑張る。ネプテューヌさんの口からそんな言葉が聞けるなんて、やはり目的があると人は変わるんですね。そんで向こう帰ったらノワールをやっつける。やっつけて1位の座を奪い返すよ。決めた。ノワールちゃんやっつけちゃうの？たとえそれが極めて不純な目的だとしても。よし、やるよ。明日から一緒に頑張ろうね、パルル。お、まだ始まった。これはスキップで。決してそのようなことは。して
くれるのは嬉しいけど、怒られたり愚痴ばっかりなのは嫌かな。仕方ないでしょ、あなたたち以外に愚痴を言える相手なんて私には。でしょうね。私もうやだ。だいたいね、他国の妨害をしようって根性が気に入らないのよ。他の国の方が優れてるって思ったら負けずと自分の国を盛り立てる、それが正しい女神のあり方なんじゃないの。そうですね。他国に負けたくないってプライドだけはあるくせに、そのためには手段を選ばないなんて、なんでそんな女神が治める国がずっと昔から存在していられるのよ。不思議でしょうがないわ。そうですね。はあ、プラネキウムはいいわよね。何も手出しされてなくて。あなたたちがもう少ししっかりしてれば、ラステーションに嫌がらせだって分散されてたかもしれないのに。あのさあ、ノワールちゃんさあ。割り込まないでよ。まだ話の途中よ。だって、せっかく遊びに来てくれたと思ったのに、ずーっとぐち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 。だから、聞いてくれたっていいでしょ。他に聞いてくれる人いないんだから。あれ、プルルン？なんか、目が座ってる？これは良くないですね。でも、そんな話ばっかりされても、私は全然楽しくないし。話だけで済むんだからいいでしょ？私は実際そういう目に遭ってるのよ。ノワール、もうその辺にしておいた方がいいんじゃないかな。あなたまで邪魔するの？そうではありません。ほら、ブルルートさんの様子が。それはわかるけど、なんていうか、聞いててイライラするっていうか。え？あ、ごめんなさい、確かに言い過ぎたわ。謝るから許してね。ノワールちゃんがそんなに頭に来てるんだったら。ああああ、ストップ、待って待って待って、 B ボタン連打、進化キャンセル。私お茶のおかわりを入れてきますね。ああずるい、一人で逃げた。いつまでもこんなとこで文句言ってないで。直接本人に言ってやればいいんじゃないかしらね。あー、出てきちゃった。ブルルート様、お許しを。どうか怒りをお鎮めください。ねえネプちゃん。は、何でございましょうか。私、ノワールちゃんと二人っきりでお話ししたいから。悪いけど、どこかに行っててくれるかしら。おっかねえ。いいの？それじゃあ、喜んで！ピューン！あ、ちょっと！私一人だけ置いてくなんて、待って！さーて、それじゃあゆっくりお話ししましょうか。一人じゃ文句も言いに行け臆病で、チキンで、
腰抜けでふぬけでヘタレで肝っ玉の小さいノワールちゃんにはたっぷりお説教してあげなくちゃね。経過したわけですが、夢が聞こえなくなりましたね。終わったんでしょうか。どうだろう、イズ、様子見てきてよ。いやですよ、ネプテューヌさんが言ってください。私だって嫌だよ。イズならちっちゃいからこっそり見てくれるでしょ。ちっちゃい分、なんかされた時のダメージが大きいんです。一撃で致命傷なんですよ。二人とも、いつまでお外にいるの？あ、戻ってる。やっぱ、ほらだ。ああ、元に戻ってる。よかった。あの、ノワールさんはどうされていますか？ノワールちゃんなら、ここに。焦点がなんかおかしなことになってませんか？ルイーに行きます。直接文句言ってきます。ルイーに行きます。わわわわ、壊れたレコーダーみたいになっちゃってる。一体どんなことをすれば人がこんな風に。命に別状はなさそうですが、ノワールさん、しっかりしてください。ノワールちゃん、ルイーに行くんだって。あたしたちも一緒に行くよね、ネプちゃん。うん、もちろんだよ。逆らえない。逆らったらきっと私もノワールと同じ目に。やったー、3人でお出かけだ。楽しみ。行きます。ルイーに行きます。行くのはいいんだけど。できます、できます、できます、できます。ノワールがこれじゃ今すぐは無理だよね。ノワールちゃんってば、早くお出かけしたいのに。こうしたのはプルルートさんですけどね。まあしょうがないね。ノワールが治るまで適当に時間潰してよっか。お、S3EX シリーズってこと？やっと、第3章で何が起こった？あ、これか。アイリスハートの新プロセッサー。あ、で変わる。色の能力上がりますね。いいじゃん。武器とかも新しいの売られてるけどお金ないな。お、ハンマーできた。まあこの章からなるべくねレベル上げていきたいんで、まず、まあ今回ここまでにさせていただいてかな。どっかしらでレベルを上げようかと思います。
エンシェントドラゴンだもんな。結局これはこれでレベル上げないとまずそう。場所どこよ。ここでエンシェントドラゴン倒せってことね。あれ倒すことに一生懸命で回収してないアイテムがあるから、それもちょっと回収しないと。でしょ。別に今回ちゃんとセーブしよう、まあ、この見聞システムでお金稼いでいくにしたも、結局もう少し話を進めてその探す場所を見つけていかないとならないので、まあ純粋にね、しばらくレベル上げをしようと思います。まあ、ちょっと動画の更新に間に合わなくなるかもしれないんで、ちょっと番外編みたいな感じで、ちょっと作業動画も、ひょっとしたら作るかもしれませんが、それもぜひ、お付き合いいただければなと思います。では、神次元ゲームディフェンディビクトリー実況プレイパート17、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。